はい、えー。皆さん、おはようございます。えっ、ー、と、こんにちは。はい。えーえー、こんばんは、はい。まあ一応全部言うといた。えっ、ー、と、今日はね、えー、久しぶりのお商品レビューですね。はい。これ、あの、ブラックビューっていう会社、まあ、あの検索すると何件か出てくるんですけど、あの、格安スマホですね。えー、今、非常にこうお、日本に対してのマーケットを広げようと頑張っているようなんですけども、 ま、あ何件か、あの、忖度レビューが見受けられます。<laughs> 忖度レビューとか言っちゃってるけど、あの、要は、あ提供品でね、えー、レビューやってるっていうところの話が結構多いんですけど、あの、うちにも来たので使ってみました。<laughs> で、僕のね、あの、レビュー動画のね、趣旨とか方向性を知ってる人がね、ここまで見たら、ニヤッとするかもしれないんですけど、僕ね、本当申し訳ないんですけど、あの、なんていうのかな、 本当のことしか言わないよ。本当のことしか。本当のことしか言わないです。はい。あの、本当のことしか言わない言っちゃいけないことも言います。はい。大体ね、みんな本当のことしか言ってないはずなんですけど、あの、大事な部分で、えー、あ、これはちょっとなっていうところは、あのむしろ、むしろそもそも言わないとか、何々かもしれないとかね、こうお茶を濁す人が多いんですけど、はい。というわけで、これね、僕、あの、A80 っていうモデルです。えっ、ー、と、今、 かこ,れこれと同じモデルを買うにはオンラインショップしかないのかなあの後で概要欄書いておきますけども。一応関連モデルはですね、えー、Amazon でも売ってるみたいですね。はい、で、えー、ホームページの方を見たところですね、えーまあ、英語でしたー、はいえーとねペー。ページ出るかな、えー、ブラックラグーン。あ、違うね <laughs> ブラ。ブラックラグーン、面白いよね。 もう、頼むぜ、トゥーハンドはい。笑,笑ってる <laughs>。あの、ブラックラグーンのね、僕、あの、顔、あの姉子あの顔が半分傷の人言うじゃないですか。うん。ああいう感じを見るとね、ちょっとムラムラっとくるんですよ。ええ。ですぐホームページ出てこないな。まあいいや。ってことは、日本語のホームページじゃないということですね。はい。で、えー、この A80。 使ってみました。えっ、ー、と、ちなみに僕の持っているキャリアは、ああうーーと、まあ、au ですね。えー、あと、マイネオ、お、しかないんですけども、えー、結果として、えー、両方とも認識はしますけれども、えー、国内の、お、あのー、その通信も、その、認識、シムカードは認識するけれども、お、モバイルネットワークとしてですね、使うことができなかったです。はい。 で、えっ、ー、と、APN 設定をするの必要がおそらくあると思うんですけども、えっ、ー、とね、それがやっぱ出てこないのね。あの、いくらやっても出てこない。で、えっ、ー、と、やっぱりその各キャリアメーカーの方で設定情報を公開しているかなと思って調べてみたんですけども、えっ、ー、と、情報がありませんでした。はい。なので、 他の携帯の,そのアクセスポイントネームっていうんですかね、の,の設定を全部その拾ってきて入れてみたんですけど、ダメでしたね。一応 SIM カードを認識して番号が出るところまで行くんですけども、そこまでです。そこから、 ネットワークにつながるってことはできなかったので、あの結局 w i f i で僕使うしかないなっていう状況です。あの、噂によると、話によると、あのドコモは認識したっていう話があるんですけど、まあ、この辺ね、どこのキャリアメーカーでどういう設定すれば使えるかっていうところの情報はですね、調べるのは僕の仕事じゃないので、はい。 あのメーガさんいいですかそこ僕の仕事じゃないんですよ。だから、あのー、やっぱりその公開されてる情報をもとにして、それが公開されてないのであれば、それはもう使用不可っていうことですね。というわけで、AU マイネオで、えー、使うことはできません。はい、できませんでした。まあ、今後何かしら改善されて使えるようになるかもしれない。はい。で、あと残念なポイント、あのサポートがですね、やっぱり、えー、あんま良くない。 あ,のあんま良くないというか、そのまあ、海外ブランドさんだからしょうがないんですけど、一生懸命頑張ってはいらっしゃるんですが、結局その、Q&A であってもです、ね、マニュアルであっても、日本語のものがないっていうのと、あとあの、設定情報が公開されてない、さっきのもそうですけど、それを問い合わせてみても、ですねやっぱり英語か、もしくはあの、まあ、日本語で一生懸命書いてはくれてるんですけどもあの、やっぱり質問した内容と回答がずれるんですよね。 あの、僕の質問はその設定内容を教えてくれっていうものであったんですけども、で、帰ってきた内容はその設定方法について書いてあるんですね。例えばそこの設定のところを開いてタップすればその設定画面が出てきますよっていう感じで、あの、問答がずれるんですよ。で、結局あの、最終的には指紋を入れれば動きますって書いてあったりとか、うーん。 じゃあ w i f i モデルとしてレビューしますねって言ったら SIM を入れれば動くのであなたの持ってる SIM を試してくださいって言うんですけどもこれあの香港の会社なんですねで僕香港住んでたんで香港の会社さんとはすごい応援してるんですけどあのーなんつうのかな香港で SIM カード買うのって結構簡単なんですよコンビニとかで売ってるのねあの日本でもコンビニ行くとあのなんだ あの、なん、なんかね、あの、プリペイドカードとか売ってるじゃないですか。ね、Apple Pay とか、なんか、なんだっけ、Amazon とかのカード売ってるじゃないですか。あの、スマ、スマブラなんとかとか、あ,あれは、あの、n i n のあれか、あるんですけど、そういうところに一緒にですね、シムカードがぶら下がって売ってるんですよ。 で、あの、使い切ったらリチャージするか、まあ、それで使い捨てっていうもので、あの、非常にこう、SIM カードそのものっていうのがですね、安く簡単に手に入るんですね。でも、あの、日本で SIM カードを買おうとすると、一時契約しなきゃいけないし、で契約金、違約金が発生したりとか、あの、しかも SIM カードを届くだけで、それをなくして再発行っていうと3000円取られるとか、SIM カードすごくレ,レンタルしてる状態になってて、すごく高いとか、 あのー、非常にこう、SIM カードに対してのですね、えー、入手の敷居が高いんですよ。SIM カード手に入りづらいんです、日本ってね。あの、契約が必要だから。だからその辺のね、価値観がすごく大きくずれてて、あの、じゃあ別の買って試せばいいじゃんっていう感じで返事が来ちゃうんですね。それは違うんですよね。日本で SIM カード、au を持ってる人は一生 au しか持たないし、どこも持ってる人は一生どこもしか持たないかもしれないんですよ。そのぐらい SIM カードってありふれてないんです、日本でね。 で皆さんご存知ですけどね。まあ一生は言い過ぎだけどね。でも僕はあの今 AU だけど絶対ドコモにはしないと思うし、他のキャリアに変えるってことは多分ないね。うん。これは仕事でずっと使ってるのもあるんですけども、あのナンバーポータビリティがあってもやっぱり変えたくないなっていうのはありますね。うん そう、っていうのがあるし、あと格安シム。格安シムってのが今いくつか出てますけど、その中でも大体売れてるものっていうのはね、メインのものっていうのはほとんど決まってきてます。で、それもやっぱり au とかドコモとかね、あの、そういう回線が決まってますので、大元の回線がやっぱつながらないとやっぱつながらないですよね。うん。っていう感じです。で、じゃあ機械としてはどうですかっていう部分なんですけど、 あの、もったいないながらそ、その、その、つながらないのがもったいないながら、機械の方は、あの、結構普通に使えます。はい。これ、1万円ぐらいで買える、スマホなんですけど、あのー、まあ、 一応、あの、僕の車 Wi-Fi 行けるので、えー、つなぎながらいろいろ使ってみたんですけど、普通にまあナビとかね、あの、Google の機能としては問題なく使えます。えー、ただ問題があ、一つだけその不満があるとすれば、やっぱりその、廉価版のスマホなので、カメラ性能が、あの、お世辞にも良くない。もう、ちょっと暗いとすぐブレるしね、カクカクだし、うーん、なんか、あのまともにカメラは使えないですね。 はい。これズバッといっちゃいますけども。僕 iPhone で慣れてるからしょうがないと思うし、映像やってるからしょうがないと思うんですけども。カメラ性能は、あの、正直ですね、昔のガラケー並みです。はい。ダメ。そう。ただじゃあ、あの、全体の処理がそこまでかったるい,いのかって言えば、普通にアプリとか使う分にはまあ問題ないかなと思います。はい。あとバッテリーの持ちも悪くないですね。あと全体的にその作りそのものも、まあまあそこそこ。ただその液晶のこの端っこ、丸く切れちゃうんですよ。こうやってね。 四角くないですね。あの、この縁、縁が丸く全部こう切れちゃうんで、で、ここに少し字がかぶったりとかしちゃうんですよ。これはちょっとなっていう気はするけど、まあまあ、それはしょうがないでしょう。はい。で、えー、落としたりしたらすぐ壊れます。えー、水がかかってもすぐ壊れます。えー、筐体の作り方は、あ正直非常にこう、安いなという感じがしますけれども。 えただ、指紋認証もありますし、なぜかカメラ、レンズが4個ついてるっていうですね、なかなかにその見た目は豪華な仕様となっております。だから、ナビ専用のサブ機とか、あと、お子様がいるご家庭でスマホデビューとしてえ与える分にはですね、悪くないのかなと思います。ただ、落,落としたりすると壊れるから、その辺ちゃんとしたカバーをですねえーつける必要はあると思うんですけども、っていうような感じかな。 まあ、あの、いろいろこう厳しいことも言ったんですけど、そのキャリア問題さえ解決できれば非常にこういい形態だとは思うんですよで。あの、まあでもそういうコンプライアンス的なものっていうのは日本でやるのは難しいのかもしれないですけどもね。ただそのメーカーさんには独自にそのやっぱりチェックしてもらって、えー、設定情報だけでも公開してもらいたい。で、それができるのとできないのというのは全然変わってくるから、 うん、今の段階だと Wi-Fi、Fi まあ、ちょっと優秀な Wi-Fi 専用機っていう感じですね。ただ、あのちょっと前のー a s サ s とかの、a s サ s って言っちゃうぐらい僕結構古い人間なんですけど、a s サ s とかのですねあの、携帯使うとエラーが出てきて固まっちゃってたんですよ。なんだか、なんとかかんとか開発者なんとかが停止したためっていう風に出てくるエラーメッセージが多くて、あのまともに使えないものが結構多かったんですね。 でそれに比べると、あの今回の、今手にしている、ね、A80 っていうのは、そのシステム上のエラーメッセージっていうのは全くまだ出てきてないです。ね、そういう点においては、あのーまあ、評価できるのかなという気はいたします、はいえー。どうでしょうね、はい。これがレビューです。はい、いや、これいいですよ。皆さん、安いですよ。これもうすごく可愛くてとかあの、いいことしか言わないのは、ね、やっぱ僕はレビューじゃねえなと思うんですよね。 ただ、好きか嫌いかで話してはいいと思う。うん、で僕は香港という国をですね非常にこう応援したいしで、そのプロダクトがまあ日本に入ってくるっていうことについても、ですねあの別に粗悪品はダメだけど、あのこういうその設定がうまくいかないだけで、ものとしては結構そこそこいいものっていうのに関しては、うん、まあ応援したいから見守っていきたいかなっていうふうに思っています。はいでえー そうですね使おうと思ったらまあ w i f i 専用機になるかな。うん、ですね。ほ、はいえー、他にもレビューなさってる方いらっしゃると思いますけども、まあ、総合的に参考の上ただあのうち携帯屋さんじゃないんであのなんとかかんとかの形式となんとかの形式は動くけどなんとかでみたいな書き方できないし逆にそれ書いたところでみんな分かんないからあのやっぱ自分が持ってるやつ使いた使えないっていう話がですね一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。はい ということで、メガさん、あの、設定情報更新頑張ってください。はい。えー、これは、あの、うちのカーナビーとしてですね、えー、活躍していく限りだと思います。はい。えー、どうもありがとうございました。失礼します。